とりあえず先日発表された64枚目シングルのセンターに選んでいただきました。ツイッターじゃない X でこう今お伝えさせていただいた通り、大切な時期ですし、私自身もこう昇格させていただいてから初のシングルなので、なんかこうまた成長できたらいいなって思った時にセンターに選んでいただいたので、当日は実感がまだ湧かなくて、この間ジャケ写というか写真を撮影した時にすごい実感したというか、ジャケ写良かった、めっちゃ嬉しい。もう本当になんか全部心配で、こうがむしゃらに目の前のことを必死にねやってきたつもりではいるんですけど、そうなんか難しく考えないようにしようって思った。がむしゃらでいきます。今回も楽しみにしててください。そう、今日はとりあえず早く感謝の気持ちを伝えたくて、伝えなきゃって思って配信させていただきました。ごめんなさい、なんか言葉が下手くそで。あとは今日朝発表されたドラマ星屑テレパスに出演させていただきます。6月25日からです。誕生日の次の日なんですよ。たくさん今稽古をしてて、そうですね、今日最終稽古だったんですけど、こう選んでオーディション結構何回もして、何回めっちゃ結構やって、私いろんな役をみんながこう試してみてっていうのをたくさんやってたんですけど、なんか演技とかしたことなくて、でもやっぱり昇格したし新しいことに挑戦したいって時にちょうどオーディションがあったので、そう今日最終稽古までやってみて、まあ、自分じゃ全然わかんないけど成長したねって言っていただけたのがすごい嬉しくて、オーディションで選んでいただいた理由とかも聞けたし、すごいなんか自信につながりました。まだまだ分からないこといっぱいなんですけど、自分なりに頑張ります。めっちゃね、まあ、これくらいでみんなに追いつけるように頑張ってます。そう、もう私も追いつかないくらい嬉しいお知らせができて本当に良かったし、10代のうちにセンターになりたいっていうのは思ってたので、ギリギリ10代です。いつもなんかメールとかすごい返信してくれたりとか、握手会でやってくれたりとか、メールもそうだし、こうやって支えてくれてるんだなっていうのが今回改めて思ったので、なんか自分が返せてるのか分かんないけど、これからもっと応援してくれた皆さんのためにも AKB のためにも私自身のためにも頑張れる一年にしたいなって思ってます。